皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学1日5問問題練習の28日目です。この動画では重要な項目については画面の上部にその内容を学習できる動画のリンクが出ますので、そちらも利用してください。では問題を見ていきましょう。括弧1、次の計算をしましょう。丸1、マイナス3足すプラス5足すマイナス2。ここでは計算の順番を変えて計算していきます。負の数を前に持ってきて、マイナス3足すマイナス2足すプラス5、このようにします。負の数足し算するとマイナス5ですよね。マイナス5足すプラス5となりますね。負の数も正の数も絶対値が同じですから、これ合わせると0になります。括弧に次の計算をしましょう。今度は括弧がついていない計算ですね。丸1、マイナス4引く7、このマイナス4もマイナス7もこれは負の数と考えます。で、負の数同士の足し算なので、共通の符号マイナスをつけて絶対値、数字の部分足し算すると4足す7で11ですから、答えはマイナス11、こうなります。丸2番、マイナス9足す15、このマイナス9は負の数、この15は正の数ですね。これは負の数と正の数の足し算、絶対値を見ると15の方が大きいですから、答えは正の数になりますね。ですからプラスをつけて、この数字同士は引き算して 15-9、6 ですからプラス6、これが答えです。このプラス6は、プラスをつけないで6としても正解になります。括弧3番、次の計算をしましょう。丸1、マイナス6かけるマイナス7、負の数同士、同符号同士の2数の掛け算、この場合は、答え積、これは正の数になりましたから、プラスの数で6742プラス42が答えになります。丸2番、マイナス2分の1かけるプラス3分の1、負の数と正の数の掛け算ですね。この負の数と正の数、異符号同士の2数の掛け算は答えは負の数になりました。ですから負の符号マイナスをつけて2分の1かける3分の1をやると6分の1ですから、答えはマイナス6分の1となります。丸3番です。プラス 0.4 かけるプラス2、正の数同士の掛け算ね、同符号同士の2数の掛け算は正の数になりましたから、答えは正の符号をつけて 0.4 かける2をやると 0.8 ですから、プラス 0.8 というのがこの答えです。丸4番、0かけるマイナス4ですね。これ0にどんな数をかけても答えは0でしたね。ですからこの答えは0になります。括弧4番、正規の符号に気をつけて計算しましょうと、掛け算の符号ですね、いくつかの数の掛け算、その掛け算の中に負の数が偶数5あれば答えは正の数、負の数が奇数個あったら、答えは負の数になりました。これを利用します。そうすると負の数は1個2個3個ここにありますね。プラス2かけるマイナス1のここ、かけるマイナス3のところ、かけるマイナス5、このマイナス1マイナス3マイナス5が負の数3つありますから、答えは負の数になりますから、マイナスをつけて、あとは絶対値同士を掛け算します。つまり 2×1×3×5、 こうなりますね。そうするとマイナス2、3、6、6、5、30で、マイナス30というのが答えです。次の式を指数を使って類乗の形で表しましょう。
M1 マイナス5かけるマイナス5かけるマイナス5と、このように同じ数をいくつかかけているときにはその数を書いてマイナス5を書いてこの括弧の外側に3回かけているので右上に小さく3と書きます。そしてこれをマイナス5括弧の3乗このように読みます。これを累乗の形と言うんですね。では次丸2番です。2分の1かける2分の1ここでは括弧ないんですけれど分数の場合括弧をつけて2分の1で括弧を解いて2乗ね、括弧2分の1括弧の2乗とこのように表します。もしこのように表すと、ね、2分の1の2乗とここの部分だけを2回かけていますよという意味になるのでこのところねしっかり分数の場合は括弧をつけてその外側に小さく2と書く2分の1の2乗ですね括弧2分の1の2乗このように表すというのをここで覚えておいてください。丸3番 2×2×2×2 ですね。2が4回かけてありますから2の4乗とこのように表します。丸4番マイナス3分の2かけるマイナス3分の2かけるマイナス3分の2かけるマイナス3分の2これも括弧をつけてマイナス3分の2括弧を閉じて4回かけてあるので右上に小さく4と書いて括弧マイナス3分の2括弧の4乗とこのように表します。よろしいでしょうか。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。